厚生労働省はこれまで屋外でのマスクの着用は原則不要とする一方、屋内では距離が確保できる場合などを除いてマスクの着用を求めてきましたが、今日から個人の判断に委ねます。そのためこちらの百貨店ではこれまで赤字でマスク着用などと書かれていた看板を、開店前に新しいものに取り替え、ホームページに掲載していたお願いも変更しました。従業員に関しては引き続きマスクの着用並びにお客様に安心してお買い物をしていただけるようにしっかりと感染対策を継続してまいりたいというふうに思っております。厚労省は引き続き病院の受診時や混雑した電車内などではマスクの着用を推奨する一方、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう呼びかけています。